エンジョイパチンコライフ。だからさ、はいはい、忘年会が鳥貴族ってなんだよ。いや、いいかなと思って。いや、いいよ別に、はい、いいかなと思った。違うだろ、Pマートっつったらなんだよ。鳥貴族じゃないですか。違うよ。いつから鳥貴族になったんだよ。鳥貴族、あれどうなったんだよ。俺らが最初にやってた屋形船やった今年。去年乗りませんでした。乗れませんでした。今年はやりませんでしただよ。年々ひどくなってるんだよ。乗りました、乗れませんでした、やりませんでした。来年はどうなるの？これいいんだよ。来年はどうなるのっていう話をしてるんだよ。いや、去年の初めも言いました。やろうよ来年は、今年乗れなかったから来年こそ乗ろうよ。そうですね、言いました。何そのやらないっていう結果が伴わない宣言みたいな、何それ。最近よく言われませんか。Pマート TV つまんなくなったよね。最初の頃はバカなことばっかりやってて面白かったから見てたんですけど、もっとひどいのは「ああテルさん Pマート TV 見てました」。なんだその過去形の声のかけられ方。悔しいと思うか。じゃあ「閉店君」の次に何があったんですか。何がありました、閉店君の次に。ここ何ですか。ないでしょ、あなたたち作れないでしょ、作れなかったでしょ、はい、だったら昔のいいやつをスッと持ってくればいいでしょうよ。これな、昔のいいやつって何なのよ。屋形船で、お前なんだその上下関係。屋形船だよ、これ必要なんだよ。うん、そういうことでやります。やります。ちょっと今出るんだよ。なんでだよ。待てよ、大事な話だろうよ。ちょっと行かないといけないんだよマジで。え、ちょっと行かない、行ってきます。じゃあ行ってきます。お疲れです。お疲れです。だから誰がやんの、屋形船。お前ら2人やれよ。2人でやれよ、屋形船を。指名制で。分かった。ああ、分かりました。で、指名したやつが負けたらお前らが罰ゲームで負けた分を自腹だ。絶対に乗れるやつ。負けてもお前らが保証する。俺らがやる。だったら指名だよ。まあ、いや、パチンコ屋入りました、パチンコですよね、パチンコですよね、パチンコ屋入りました、お金出しました。何します？大選びしますよね。大選びが間違ってたら負けるよね。大選びが合ってたら勝つよね。そうと一緒だよね。指名するよね、大選びだよね。で、指名したやつが勝ったら勝ち、負けたら負けは全て自己責任だよね。そういうことだよね。それは社会のルールだ。足りない部分は、じゃあ勝ったけど最終的にトータルプラスだけど足りなかったら、そこはもう社長に出してもらいましょうね。そうですね、はい、ええ、そこはね社長出してくれんかな。あんた社長や。そうまあいいよ、とにかくやって、絶対大丈夫。負けたらちゃんとあれだよ、自腹ね。じゃあ足りなかったらやるよ。足りなかったら出すよ。分かりました、そうしましょう。え、だけどさ、もう一発目でさ、パーンって跳ねりゃいいでしょ。パーン、2、30万ペンですよね。いっちゃったらいいですよ。いや、競輪とかボートとかも馬とかあるしよ。あ、それもありでしょ。ありで、せっかくありで、ありで、最初やってますもんね、ボートみたいな。うん、やってるやついいんだよ。そうだ、まあまあ、パチンコパチスの動画サイトっつってるけど、なんかいいよ。なんでもいいよ。なんかホラーとか知らねえだろ。 Pマート TV ホラーってすげえ人気ねえんだよ。見てみ。やろう。だからとにかく足んなかったら最後もう社長に韓国行って、あ、赤か黒どっちか出た、それ行きましょう。それやればいいんだよ。そしたらもう話長えからって飛ばしてみてんじゃねえよ。大丈夫、長いとこ全部編集でカットされていくから。これ多分本編短いから。そんなもんでいいかな。はい、うまくスパスパ切ってやっても、なんかフェードアウトしてる感じでブラックアウトしてって。了解です。今最後の編集点をいくつか編集ってやってるの。